します。先日コンビニでのバイト中に店内のパソコンでエロサイトの巡回してたんですけど、ついに店長にバレてしまいました。木林、お前そのサイト。そう、僕が以前コンビニの駐車場でヤンキーに服を全部剥がされそうになったけど、そもそも服着てなかったからギリギリセーフだった時に、僕にそっと肉まんをくれた店長のため、店長が好きそうなエロ動画を店長名義でたくさんダウンロードして、感謝の気持ちを込めて日々お店の BGM として流していたのです。そしてバレてしまった私は、エロ動画が溜まったハードディスクだけを握りしめ、走って家に帰りました。そういえばいっぱい支払い請求のメール来てたけど大丈夫ですかね。金の恩返しです。はい、ということで今回は、あなたも今すぐハッキングできてしまうサイトや、おっさんレンタルサイト、怪しすぎる迷惑メールが数多く展示されているサイトなど、ネット上にある変なサイトをいつもご紹介していきたいと思います。だから moonmyip.com、moonmyip.com というサイトにアクセスすると、セクシーな女性の絵が描かれたページが表示されます。正直僕もこのサイトに偶然行き着いた時は危険を感じ、股間が領域展開しました。このサイトは一見すると18禁サイトや危険なサイトのように見えますが、特に危険性はありません。ですが周りに人がいる状態で使用すると変な目で見られるので注意が必要です。というのも、このサイトにある音声再生ボタンをクリックすると、自分が使っている端末の IP アドレスを外国人の女性がいやらしい声で読み上げてしまうのです。そのため、傍から見たらいやらしいサイトを使っているように見えてしまうので、このサイトを使う際はイヤホンを使うか、周りに誰もいないことを確認しましょう。もしくは逆に、普段からもっとエッチなページを見ている姿を見せておくことで、周りの人にも怪しまれずにこのページを見ることができるという逆転プランもあります。ちなみに IP アドレスによって読み方のいやらしさが変わるらしく、パターンもいくつかあるとのことなので、いろんな端末からアクセスしてみると面白いかもしれません。幸せのレンタルおっさん。幸せのおっさんレンタルは2012年にリリースされたウェブサービスです。このサービスはその名前の通り、おっさんをレンタルできるというサービスで、これも一見するとジョークサイトのように見えますが、なんとこのサイトでは本当におっさんをレンタルすることができるのです。ちなみに、実はあの稲葉物置の CM の100人のおっさん中、なんと96人がレンタルおっさんといった噂もあるようでないです。まずこのサイトにアクセスしてみると、レンタルできる様々な種類のおっさんの画像が現れ、愚痴を聞くことに定評のあるおっさんから面倒見がいいおっさんや普通のおっさんまで、様々なおっさんが揃っていて、ユーザーのニーズに合ったおっさんを選ぶことができます。ちなみに、ケツに定評のある半獣のおっさんとして僕も一時期レンタルされていたのですが、アフリカからの派遣になるとエジプト経由で交通費プラス16万だったので結構厳しかったです。そして気に入ったおっさんをレンタルすると、一緒に食事をしたり、買い物を頼んだり、カラオケに行ったりと、友達や家族のように接することができます。しかもどんなおっさんでも1時間1000円というリーズナブルな料金でレンタルすることができ、ネットで簡単に予約が取れるので、誰でも気軽に利用することができるそうです。スパムミュージアム。皆さんの中にも迷惑メールに悩まされたことがあるという人は多いのではないでしょうか。迷惑メールと一重に呼んでもいろいろな種類があり、迷惑メールと聞くと他者を装った悪質なメールや個人情報を盗み出すためのメールなどが真っ先に思い浮かぶと思いますが、中にはつい笑ってしまうようなユニークな内容の迷惑メールもあります。そして今回ご紹介するスパムミュージアムというサイトは、そんなユニークで面白い迷惑メールを紹介してくれるサイトで、このサイトのユーザーの元に実際に届いた迷惑メールをランキング形式で公開しています。ちなみに僕も以前、もらってくださいというタイトルで僕の写真と住所が載ってるメールを乱れ打ちしてた時期がありますが、これは相手にとってもチャンスなので、どちらかというとチャンスメールです。ちなみにこのサイトでランキング1位だった迷惑メールは、信じられないかもしれませんが、私はチンパンジーですという件名のメールで、この迷惑メールの内容を要約すると、このメールの送り主はメスのチンパンジーで、ルックスがチンパンジーに近いあなたに恋をしました、この URL から私とチャットができます、などと言ってスパムサイトに誘導するという流れになっています。また僕もこのメール来た時、キリンでもチンパンジーいけるのかと思い、サバンナのボスザルに告白したところ、群れ総出で追いかけ回されました。またこのサイトには誰でも迷惑メールを投稿することができるので、もしこういった迷惑メールが届いたら投稿してみてもいいかもしれません。ハッカータイパー。
ハッカータイパーはサイト名にハッカーと入っていることから、危険なサイトなのではと思う人もいるかもしれませんが、このサイトは決して危険なサイトではなく、ハッカーになりきることができるという面白サイトです。ハッカーというと、映画やアニメでパソコンを高速でタイピングし、難しげなプログラミング言語を打ち込んでいるイメージがあり、憧れたことがある人もいるかもしれませんが、実際にハッキングするのは犯罪ですし、早打ちで言語を打ち込むのも簡単ではありません。ちなみに僕も以前ハッカーに憧れて、ヤフー知恵袋でゆうちゃんってハンドルネームでハッキングについていろいろ質問してたら、なんか家にいっぱい警察来ました。そんな中で、旗から見たら高速で言語を打ち込んでいるように見え、どこかのネットワークに侵入しようとしているハッカーのような雰囲気を醸し出したいという思いで作られたのが、このハッカータイパーというサイトでした。というのも、このサイトにアクセスして適当にキーボードを押すと、勝手にプログラムが書き込まれていき、高速で適当にタイピングすれば、あたかも自分が高速でプログラムを書いているように見せることができるのです。なので、近所のドトールでひとしきりカタカタした後、最後にチェックメイトだって言いながらエンターキー強めに叩くと誤差感が出て楽しいです。さらにオルトキーを3回連打することで、アクセス承認と画面に表示されたり、タッポスキーを3回連打することでアクセス拒否と表示され、フィクション作品で見られるようなハッカー気分も味わうことができます。さらにこのサイトはパソコンだけでなくスマホでも使うことができるので、ハッカーに憧れていた人は使ってみてはいかがでしょうか。世界一即戦力な男。世界一即戦力な男は、企業の新卒採用担当者に向けて作られたサイトです。このサイトは菊池亮さんという自称世界一即戦力な男である大学3年生が2014年に設立したサイトで、このサイトでは菊池さんを採用したい企業が菊池さんとの面接を申し込みすることができます。ちなみに僕も、僕を飼育したい飼育員さん募集のサイトを作りましたが、5年間で首短すぎバロタってコメント1件だけでした。そしてこのサイトには、自称優秀な学生である菊池亮さんが企業へのアピールのためにいくつかの質問に答えていく様子を収めた動画があるのですが、この動画を見た人は菊池亮さんのイメージが180度変わるかもしれません。まずこの動画の序盤では、菊池さんが本来は海外の大学院を考えていたが、僕の実力を存分に発揮できる企業があるなら日本の企業に就職してもいいかなと、エリートっぽさがにじみ出るような上から目線のコメントをしています。ちなみに僕も飼育員募集にあたって、実力が発揮できるなら水族館もかというお達しを出しましたが、アシカショーの時のアシカのおやつになれるかとの打診を一件受けたのみでした。それから続けて菊池さんは、これからワールドワイドなビジョンに立ってコーポレートを運営していくにはイノベーションが必要なんですと語り始め、そのコメントに対して、イノベーションってどういう意味ですか、横文字ではなくて日本語でお願いしますという質問を投げられるのですが、菊池さんはその質問に対してかなり動揺した様子で一言、ナンセンスですね、いちいち日本語に直すとかナンセンスですと返し、この辺りからボロが出始めます。そして次の質問者の、何か資格をお持ちですかという質問に対して、資格、そっちの資格か、逆にそっちね、簿記をちょっと3級を受験しましたと言葉を詰まらせ、さらに質問者から追い打ちをかけるように、合格はしたんですかと聞かれると、菊池さんは苦し紛れに、本当ナンセンスですよねと言い返して、この動画は終了します。まあこれについては僕も面接で同じ質問されたことがあるんですけど、僕がキリンの視野はほぼ360度なので資格はゼロですねって答えると、会場がおーってどよめきました。このように菊池さんは優秀さを漂わせているだけのただの意識高い系大学生だったのです。そしてここまで聞くと、こんなんじゃ誰も採用してくれないのではと思うかもしれませんが、これらはあくまで演技であり、実は菊池さんはビジネスマンとしてかなり優秀らしく、大学卒業後は数十社から内定をもらっていて、2016年にはあのヤフーへの転職も果たしているそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て私にも選ぶ権利があります、いいと思った月光チンパンジーは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録と Twitter のフォロワーズ